マデエラ諸島は北大西洋上のマカロネシアに位置するポルトガル領の諸島である。ポルトガルのシュトリスボンから見て南西に約 1000km の北緯32度22分20秒から北緯33度7分50秒、整形16度16分30秒から整形17度16分39秒に位置する。井戸としてはモロッコのカサブランカと同じぐらいである。 政治的主体としての名称は、マデーラ自治地域。同諸島の主島である、マデーラ島についても、本校で記述する。最初に発見したのは、フェニキア人とされ、古代ローマ時代から、その存在を知られていたが1419年、ポルトガル船が、ポルトサント島に漂着し、翌年ポルトガルから植民が行われた。一時期サトウキビ栽培が、 黒人奴隷の移入によって行われた。また、アントニオ・サラザール政権下をはじめ、ポルトガル政府の流刑地でもあった。1974年に、カーネーション革命で、独裁体制が倒れ左右の政治勢力の争いが、始まると、ウハ民兵組織のマデイラ諸島解放戦線が、登場し、テロ活動を行ったが、ポルトガルの民主化とその後の自治地域設定により、 解消へ向かった。現在、ポルトガルの自治州となっており、マデーラワインを産することでも知られる。無人島は、鳥の保護区となっている。オーストリア・ハンガリー帝国最後のオーストリア皇帝、及び、ハンガリー王であったカール一世は退位後、この島で、亡命生活を送り、1922年に、廃園で死去した。国際的に活躍しているデザイナーのファティマ・ロペス。 サッカー選手クリスティアーノ・ロナウドの出身地としても知られている。また、同州の主席は1978年よりアルベルト・ジョアン・ジャルディンが務めているが、彼はマデーラ諸島の独立を促す発言をたびたび行い、ポルトガル本土から警戒されている。なお、マデーラ島の商用樹林は1999年にユネスコの世界遺産に登録された。また、 ロバート・ゴダードの小説、千尋の闇の舞台にもなっている。マデーラ諸島。火山群島で、玄武岩からなる大地上の4つの島々、住民が住むマデーラ島、ポルトサント島と無人のデゼルタス諸島、セルバージェンス諸島からなる。中心都市は、首都でもある、マデーラ島のフンシャルで、およそ14万の住人がいる。マデーラ島は、 東諸島最大の島で741平方キロメートル、東西に長い形をしている。最高峰は、ルイボ山である。島はその名前の由来となった木々に覆われ、世界遺産のラウリシルバに代表される、豊かな自然が残されている。また、年間平均気温が、摂氏20度前後という温暖な気候、青い海と輝く、太陽。 年中咲き乱れるカラフルな花やフルーツと南国情緒あふれるマデーラ島は別名大西洋の真珠と呼ばれている。しかしながら白い砂浜が特徴的なポルトサント島とは対照的で島の海岸線は断崖や岩場が多く海水浴には向かない。15世紀以来ブドウ栽培が盛んでこのブドウを使ったワインの生産が島の大きな産業の一つである。 マデーラワインは特に有名で、マデーラ諸島最大の輸出品目である。また漁業も同時に盛んである。観光産業はこの地域で最も主要な産業であり、温暖な気候を求めてヨーロッパ各地から観光客が集まるヨーロッパでも屈指のリゾートアイランドでもある。特にイギリス人やドイツ人等のヨーロッパ北部から来る観光客に人気が高く。 その数はポルトガル本土から来る観光客よりも多い。そのため、フンシャル空港はヨーロッパの主要都市と直行便で結ばれている。2010年欧州ソブリン危機の中で本国ポルトガルも金融危機に陥り支援を受けるため財政赤字の削減を迫られていたが、マデーラ諸島分の一部の歳出が報告されていなかったため、当初の予定より さらに赤字額が膨らんでしまい、財政規律政策に影響が出る可能性があると報じられた。ポルトガルではイギリス人によってサッカーが伝承され、1875年にマデーラ諸島カマーチャ村でポルトガル初のサッカー試合が開催された。非公式ながらサッカーマデーラ諸島代表なるナショナル選抜チームも存在する。現在は、 CD ナショナルと CS マリティモの二つのサッカークラブがマデーラとフンシャルに本拠地を置いている。2クラブの一戦はマデーラダービーとして知られている。特にこの2チームはリーグ優勝の経験こそないものの、ポルトガル一部リーグで常に優勝を争う競合となり、この2チームのダービーは島を2分する大イベントである。 またマリティモは1926年にポルトガルカップで、同諸島で、初めての公式戦タイトルを獲得している。また CS マリティモでは、日本人選手の相馬隆人がプレーしていた。クリスティアーノ・ロナウドの出身地でもある。ありがとうございます。